はい、お疲れ様でございます。今回の舞姫大学特別講義なんですけども、バイトテロ、それから客テロ、まあこんな言われ方をするのかもしれませんけども、最近ね、くら寿司さんをはじめとした外食チェーンで、まあいろんなね、困ったやつらが SNS に動画を上げるっていうことがあるのをご存知だと思います。これでも最近起きたことではなくて、飲食店をずっとやっていた私、まあひいてはね、いろんなお仕事を体験されている皆様もこんなことがあったよって結構感じるんじゃないかなと思うんですよ。その中で何点か私の方もね、ピックアップして、いやこういうことはね、昔からあったんだよってことをね、お届けしたいと思います。まあ SNS で動画拡散みたいなことにはならなかったんですけども、結構ね、現場ではいろいろ起きてますからね。まあその代表的なのがトイレですかね。トイレのトイレットペーパーを持ち帰るお客さんっていうのは結構います。何なんでしょうね。よくね、私の行ってる大学でもトイレットペーパーを持ち帰らないでっていう風に張り紙がしてあったんですけども、そうなんですよ。トイレを利用するたびに1個2個と持って帰ると、結構トイレットペーパー代って年間で助かるんですよね。でも結局大学の経費になれば、それは授業料に跳ね返ってきますんで、同じだろうと思うんですけどね。でまたトイレで、まあいろんなね、ちょっと困った汚し方をわざとなのかしょうがなくなるのかしちゃった場合、お店の方に連絡していただくとね、非常に助かるんですけども、それをせずにこっそり帰っちゃう人っているんですよ。そうなると次に使う人がわーってびっくりして、こんなことになってますよっていうふうにお店の方に教えてくれるんですけども、そうなるとね、お店の方も評判悪くなるんですよ。これはいくつかの意味でなんですけども、やっぱ気持ち悪い体験をしちゃうと、あの店には行かない方がいいよねっていうような心理は働くんですよね。もう一つは、ちゃんとおトイレの管理ぐらいしとかないといけないよねっていうふうにお客さんがお店に思っちゃうんですよね。でも店としても定期的に、例えば1時間とか2時間ごとにおトイレ行くんですけども、でもね、なんか汚した後こっそり出て行って、その後にすぐに他のお客さん入ってくると、とてもお店の方も手が回んないですからね。そこでなんかね、抜き打ち的に評判を落とされても困るなっていうところはあります。はい、じゃあ次ですね、3点目になりますかね。これはね、わざと忘れ物をする方がいるんですよ。例えばゴミなんですけども、ゴミをね、なんかわざと置いて帰る方っているんですよ。それはお店の方に言ってくだされば、ちゃんと気持ちよく捨てますよ。全然そんなことできますから。でもなんかね、いろいろこうお店を利用した後にいろいろ荷物をまとめて持って帰るのに、なんかゴミだけこっそり置いてくんですよね。なんかちょっと不気味じゃないですか。爆発物とかね、なんかちょっとこう気持ち悪い毒みたいなものをね、置いて帰るって事件もないでもないですからね。だからそれが事件に発展しないように、まあゴミならゴミで言っていただきたいかなと思いますし、全然そのぐらい引き取りますんでね。それは粗大ゴミとかね、どうしようもない巨大なゴミとかは困りますけども、燃えるゴミぐらいだと思うんですよ、皆さん置いて帰るのはね。そういうのはお店のゴミ箱に捨てていただくか、お店の方に託していただければ、ちゃんとね、処理はできますんで、こっそり置いて帰るのはやめてほしいというところでございますね。はい、それじゃあね、まあ次ですけども、次あたりを最後にしましょうか。こんな人は困るよってやつなんですけども、それがですね、予約をしてこないってことなんですよね。それから予約をしてないのに予約をしたって言い張る方、これは滅多にいないんですけども、両方ともあり得るんですよ。私が遭遇したことはないんですけども、こんなことをされたら困るよねってことで準備をしていて、マニュアルにも書いてあったんですよ。それはですね、予約をしました、来ませんってことなんですよね。で、私の場合は予約をして連絡なく30分以内もしくは1時間以内にいらっしゃらない場合は、こちらの判断で予約を解消させていただきますっていうふうに、張り紙をしたり、それから従業員に徹底させたり、お電話で予約の申し込みがあった時にそういったお断りすることにしています。まあでも何らかの事情で突然遅れることってあると思うんですよ。その時は、まあ、電話一本入れられるわけですから、そちらの方でご連絡いただきたいかなと思います。まあ、これはね、本当に予約で確保していた席が満室の時にね、お客さん来たら、そこを喉から手が出るほど案内したいわけなんですよ。そういうことがありますんで、普段いっぱいになるような時がない時からトレーニングだと思って、全ての予約のお客様にはそういうふうに、ご理解いただくようにしてますよね。でそれからやっぱりこう、予約をしてないのにいきなり来てね、予約したはずなんだけどっていうふうに言い張る人も
いないでもないかなと思ってますんで、その場合はですね、席が空いてる限りは即対応することにしてますけども、予約の記録がねどうしても残されていないっていうことになっちゃったら問答になりますんで、誰が予約を担当したかっていうことをお客様にお聞きするようにしますよね。でそれを前提に予約には必ず従業員の小林が受けたまりましたとかね、従業員の田中が受けたまりましたっていうふうに最後に言うことにしています。でそれによってですね、従業員の何々さんが受けてくれたんだけどっていうふうな合言葉みたいになるわけなんですよね。はい、ということでね、こんなことが起きたら困るよみたいなことをねなんかお話ししましたけども、商売やってると多少のお客様のわがままっていうのは予期して対策をあらかじめ立ててやることになると思います。ナミさんの方ではいかがですかね、そして皆さんの方ではいかがでしょうか。それではお疲れ様です。